おお、なんだ、びっくりした。キモ、なにこれ。ガマガエルや、カエルやろこれ。ガマガエルや、かわいい、かわいい。Victims were slashed to death. With a knife? No, it sounds crazy, but it looks like they were killed with a giant pair of scissors. The giant scissors once again search for prey. The trail of terror from Norway to England. Here it is, the Burroughs Mansion.We have to go there and look around, or we'll never solve the mystery of the Scissor Man. You gotta be joking. It's way too dangerous. As long as he's alive, we're not safe anywhere, Bots. One after another, the horrifying murders continue to occur. Who will make it through this game of murder alive? Clock Tower 2.恐怖が面白いってんなわけあるかい。はい、どうも、オルボクです。本日からまた新実況を始めていきたいと思います。ゲームはですね、こちらのクロックタワー2になります。あ、2じゃない、これね、セカンドって読むらしい。これ2じゃなくてセカンドって読むらしい。あ、ちょっと待って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 、早いって早いって、またオープニングムービーいっちゃう。まあいいや。ですね、まあ、クロックタワーシリーズの、2作目ですね。1作目僕が、無印版でね、前回実況しますので、そちらをぜひね、見ていただきたいと思います。まあ、前作を見ていただいた方なら、このね、場面わかりますね。うん、完全にわかるね。これ完全に前作のあの場面ですね、これ。完全にこれ前作のあの場面ですね。今作、クロックタワーセカンドも完全に、クロックタワー1のね、前作のね、続編となってますので、やっぱね、ストーリーね、任せた方がいいと思うんで、うん。なんで、ぜひともね、前作見てください。まあ、前作もボリューム少ないんで、動画で言うならね、2つか3つぐらい見ればもうすぐね、そこで、ストーリーがね、回収できちゃうんでね、ぜひ、今作を楽しむためにも、見てください。よろしくお願いします。今作のクロックタワーセカンドなんですが、発売日がですね、1996年って書いてありますね。で、これに関しては完全にプレイステーション用のゲームとして、発売されたみたいですね。ゲーム会社は、ヒューマンです。まあ、残念ながら今はね、もう倒産して残ってないんですけど、アリシシのヒューマンが作ったゲームですね。クロックタワーシリーズ2作目になります。早いって、こらこら。こらこら、早いって。ですね、まあ、今僕、プレイステーション3で、アーカイブスでやってるんですけども、うん。まあ、クロックタワー1もね、アーカイブでやりましたね。プレイステーション版。で、今作に関してはもう最初からプレイステーションで作られたゲームなんで、まあ、前作はスーファミベースで作られたんですけど、今作はもう最初からプレイステーション1ベースで作られたんでね、まあ、いろいろ違うかなと思います。操作性っていうか、まあ、ゲームシステムとか、まあ、ゲームシステムっていうか操作性とかね、あとグラフィックですよね。もうグラフィックも完全に 3D になってますよね。なんだこれ、パンフレット。ヒント。なにこれ。ヒント。なんだこれ。ですね、まあ前作の実況の時にちらっと言ったんですけど、僕もクロックターシリーズね、全部やってるんですよ。クロックター1、クロックターセカンド、クロックター GH、クロックター3ね、全部やってるんで、まあ初見ではないんですけど、でもやったのがね、僕が学生の時のもう10年ぐらい前なんで、まあ正直ストーリーっていうか、まあ攻略はマジで覚えてない。さすがに。まあストーリーはちらほら覚えてるんですよ。うん。結構ね、衝撃に残るような、このゲームはストーリーなんで。まあ、ストーリーはね、覚えてるんですけど、大体は。それの攻略とかは全然覚えてないんで。まあ、ほぼ初見みたいな、いや、ほぼ初見は言い過ぎか。まあ、初見みたいな感じです。なんだこれ。ノルウェーのロムスター・スダーレン地方の山間部。そこにはバローズ家の屋敷が建っていた。その屋敷には巨大な時計があり、付近の人々はその、彼の音を合図に放牧を行ったものである。
いつしか付近の人々はその屋敷をこう呼び習わしていた。時計塔屋敷、クロックタワーと。1986年、その屋敷に住むバローズ夫妻に双子の子供が生まれた。だがその子供の容姿は明らかに通常の人間とは異なっており、生まれ落ちた時からに凶暴な性質を持っていた。ボビーとダンと名付けられたこの双子こそ後にシザーマンと呼ばれる殺人鬼だったのである。ここ重要なんで覚えておいてくださいね。後にシザーマンと呼ばれる殺人鬼だったって書いてありますね。1995年、早くから両親を亡くしグラニット孤児院で育てられた少女ジェニファーはバローズ屋敷へとおびき寄せられ、そこで巨大なハサミで人間を切り刻む怪物に襲われる。その怪物こそ成長したボビーの姿だった。彼女はそこで幾多の恐怖をくぐり抜け、怪物を滅ぼし屋敷から脱出するのだった。それから1年後、事件はノルウェー全土に一大センセーションを巻き起こしており、マスコミにシザーマンと名付けられた殺人鬼は人々の恐怖の的となっていた。そしてジェニファーの前に死んだはずのシザーマンが再び姿を現すのである、っていうのが、今作の、あらすじですね。はいはい、シザーマンがまたね、復活するというそういう話になってます。まあ、その今作に登場するシザーマンが誰なのかっていうのが、まあ非常にね、今作の核心に触れる部分なんで、まあ、前作やった人ならね、実はちょっとだけわかるんですけどね。はい、エンディングです。あ、これまたマルチエンディングやね。ABCD、ABCD。なんかね、今作なんかダブル主人公らしいんだよな。うん。ジェニファーと、あとヘレン。ヘレンって読むかな、これ。ダブル主人公っぽいですね。で、それぞれに、エンディングが ABCD で5個、5×2 で10個ありますね。まあ、全部回収していきたいと思います。まあいいや、はい。今エンディング全く未回収でしたけど、僕がね、やったの確かね、プレツだったかな、まあ、とりあえず、データ残ってないです。クロックタワー1はね、データ残ってたけどね。じゃあ、はい、始めていきましょう、ニューゲーム。まあ、このゲーム非常に怖いゲームでして、まあ、クロックタワー、怖さ的にはクロックタワー1の方が怖かったと思うんだけど、ただグラフィック、がね、やっぱね違うんだよね、スーファミとプレイステーションじゃ。だから人によってはまあこっちの方が怖いからって人もいるかもしれないです。まあいずれにせよね、クロクタシリーズ非常に怖いゲームではあることは間違いないんで、どっちにしろね、前作も本作も。なので怖いのが苦手な人は気をつけてください。よろしくお願いします。じゃあやっていきましょう。いやー楽しみやな。クロクタシリーズ的にはストーリー的にはこれ完結するのかな、2で。そう、セガンドレで完結しますね。一応3と GH もあるけど、あれはもうね、別先に見たもんなんで、一連のね、クロックタワーのストーリーは今作で完結します。なので、ぜひ前作のストーリーもね、思い返してほしいと思いますね。さあ、なんだこれは。なんだこれ。ヘレン・バートン教授。プロフェッサー・バートン？おお、始まった。ヘレン。この人が、金髪の女性がヘレンか。で、こいつがバートンね。教授か、こいつ。で、これが成長したジェニファーやな。これ、英語なんだな。英語なんだっていうか、ボイスがあるんだね、これ。Yes, Professor。ヘレンがジェニファーのなんか親代わりみたいな感じなんですかね。かジェニファー、大きくなったな。主人公こいつ？まさかの主人公こいつ？いやちぎえだろ。ゲームシステムはまあ、基本的には前作と同じで、このなんか、マウスポインターみたいなやつを動かしていくような感じですね。やっていきましょう。おい、シザーマンの、あれあるやんけ、ハサミ。あ、ちゃんと立体的になってますね。3D だから。机の上には巨大なハサミ乗っている。クロクター次元の犯人が使ったとされるもののレプリカだ。これで彼は犠牲者の肉体を切り刻んだのだ。相変わらず今作も BGM 怖いみたいなんでね、まあ、気をつけてください。お願いします。かすかにアンモニアの匂いがする。しょんべん漏らすなよ。キャスターだ。ここにはカルテが入れてある。これはメモが挟まっている。ヒント1を見つけた。ヒントって何やろね。
うん、今日の夜ご飯どうしようか。クロクター事件、10人を超える犠牲者を出したあの殺大量殺人事件は、早いって、こらこら、読めんがな、いや早いって、字幕。まあ、この教授はジェニファー、なんか、クロクター事件っていうらしいんですけど、前作のね、あの出来事が。まあ、クロクター事件に興味持ってて、まあ、その生存者である、唯一の、まあ、唯一じゃないんだけどね、本当は。まあ、唯一の生存者であるジェニファーを、からもっていろいろ情報を聞き出したいっていうことらしいね。別にコメントはないな。いや、だったら調べるなよ。だったら調べるなよ。私の研究室だ。最近では犯罪心理学の研究を主にやっている。犯罪心理学とかいうなんか大学のなんか授業っぽいよね。授業だかゼミだか。スタッフもまだ残っているな。これアングル分かりづら。こうちゃんとマウスポインターなんかさ、なんか残像が残る。残像めっちゃ残るっていう。ブラーかかってるよね。ああ、アングル変わるんや、これ。移動する場所によって。ひんやりとした感触の魔像、クロクター事件の現場で押収された証拠品の一つだ。出たー、魔像。魔像ルートの時に使ったやつですね。これには何か秘密が隠されているような気がする。一度鑑定してもらった方がいいな。まずはたってもう一つ杖がありましたよね。このおばさん誰？ベス先生、さっきヘレンさんずいぶん怖い顔して出ていかれましたけど。そういえばヘレンさんとジェニファーって本当の姉妹みたいになってきましたね。何歳なんだろうなジェニファー。やっぱり一緒に暮らしてると縄文するのかな。レズ展開やんこれ。市場は禁物だよ。ジェニファー・シンプソンはただの研究対象に過ぎないんだ。ひでえなお前、人間だよ。研究対象ってないや。私もプリティーな妹が欲しいな。プリティーな弟でもいいけど。やかましいわ。なんだこれ、赤いやつね。これ何かの景品らしい。ぬいぐるみが置かれている。景品？ゲーセンの UFO キャッチャー。あ、なんかどこなんじゃん。まだ止まれ止まれ止まれ。相変わらずね、操作むずいわ。操作むずいわこれ。ハリスのデスクだ。クロクター事件に関する記事の切り抜きが散乱している。ハリスはどっかに行っているようだな。ハリスって誰や。これどころ、これどころ、何これは、なんだこれ。シザーマンのゴム製マスクが置かれている。何？え、どういうこと？最近、低俗な怪奇ショップなどで販売され、人気を呼んでいるようだ。それにしてもくだらないものを買うものだ。シザーマンのコスプレグッズか。ダニー、先生、新聞社の記者が来ていますよ。取材の約束があったんでしょ？やっぱりクロクター事件の取材ですか？ふん。どうせ実在してもいないシザーマンとやらを戦場的に取り上げたいのだろう。シザーマンか。実在してたら面白いんですがね。いや、実在してたやろ。あ、いや、その冗談です。先生、あんまり私は悪いですよ。最初操作するのがジェニファーじゃなくてまさかのこのおっさんっていうね、バートンっていう。あ？あ、バカ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 。難しいな。なんか、やっぱ若干違っとるわ、これ。前作と。操作が。なんか、3D でなんかウキウキできたからさ。ちょっとなんか変わってんな、これ。あ？これどうやって移動すんだ、これ。あれ？え？あ？あ？移動しないんだけど。どういうこと？あ、左でした、左行けなかったのか。左行ける？あ、左行けない？あ、そういうことか。左行けねえわ、これ。左が行けなかった。じゃあ、女子トイレ行こうか。ハリス。あ、この人はハリスね。あ、教授。新聞記者が1階で教授を探してましたよ。あ、ありがとう。ジェニファーは？もう帰ったが、何か用でもあったのかね。
いえ、いつも陰気な男だ。優秀なのは事実だが、あのジェニファーは、いや同じか、なんかこれなんか今作は登場人物が結構ね多いみたいですね。前作はもうほぼほぼ登場人物超少なかったけど、ね、ジェニファーの友人とあとメアリーとシザーマン兄弟とあとはバローズぐらいか前作超少なかったよな登場人物。これエレベーター乗ればいいんやね。これなんか画面が独特だよな本当に。いやなんだよこのアングルなんだよこのアングル。何階に行けばいいのこれ。3階に用じゃないな。私は無駄な行動が嫌いだ。ここ何階、ここ2階かのか多分。じゃあ1階に降りればいいや。いやもうエレベーターとやっぱりなんかシザーマン出てくる予感しかしねえ多分出てくるやろな今作もエレベーター乗ったら。あとあとノーラン、あ、バートン先生お待ちしておりました。私、お電話差し上げたオスロウィーク新聞社のノラン・キャンベルです。それからカメラマンのティム、よろしく。ね、このデブ。忙しいんでね、要件を簡潔に頼むよ。はこれ会話いちいちこれ選択しないといけないっていうね。じゃあ早速ですが、クロクター事件の犯人図はもう割り出されたんでしょうか。まだ何とも言えんな。何と言っても被害者の証言にあまりにも信憑性がないのでね。ひでえなそれ信憑性ないって。あちょっと証言をしている被害者というのはジェニファー・シンプソンのことですね。そうだがそれがどうかしたかね。あーいや今ちょうどここから出ていくのを見かけたもので、せっかくだから彼女にも取材を申し込んだんですが断られましたよ。はでですね、今彼女の証言に信憑性がないとおっしゃってましたが、君の言いたいことは分かっているよ。彼女の言っていた怪物シザーマンは実在 しないのかということだろ。そうそれなんですよ読者の知りたいのは。今若者の間ではシザーマンという存在は恐怖のシンボルになってますからね。現代に至ってもそうですねそれは君たちのような、低級なマスコミが事件を早いってだから、いやそう言われると返す言葉もありません。結論から言おう、巨大なハサミを殺人の道具に使った犯罪者がいたのは事実だと思う。だからそれが不死身の怪物などということはありえん。ただの異常者に過ぎんよ。すると彼女の言っていたのは、恐怖が生み出した幻想だよ。なるほど。しかし待ちなさい、インタビューはここまでだ。次の約束もあるんでね。はあ、いや分かりました、どうもありがとうございました。期待に添えなくて申し訳ないね。さてそろそろ研究室に戻ろう。クロクター事件のもう一人の生存者が訪ねてくる予定になっている。誰だ、確か10歳くらいの少年だったはずだが。クロクター事件のもう一人の生存者つって皆さんイメージ湧きますか湧かないよな、どう考えても。まあ、これ前作プレイした人なら分かるね、生存者いたかどうか。前作プレイした人なら分かる、俺の動画見れば分かる。これなんかピヨピヨ鳴ってない？あれ女消えてる。そうだ、謎の鑑定を頼んでおかなければ。え？ああこいつに言うのかな。先生、例の生存者の少年もう来ていますよ。少年って誰や？ああもう到着していたのか。少年いた？前作。治療室で待っています。何かご用でしょうか。何かご用でしょうか。いや、謎を鑑定してくれ。
いやだから鑑定頼めよ、サリバン教授がいいだろう。いやしかし以前バローズ邸で執事をしていたリックという老人がいたな。彼にまず見せて何か知っていることないか聞いておくのもいいかもしれない。確か彼の家は郊外だ。ハリスにでも頼んで持って行かせるか。おお、何これ、ルート分岐やん、あれ、選択肢あんだこれ、今作。はあ、これでじゃあ完全にルート分岐あるね。じゃあまあイエスにしてみようか、適当に。そうだな、ハリスに頼んだリックという人物に見てもらおう。これ選択肢によるルート分岐もあるんやね。ハリス君、すまないが、これを持ってリックという人物に会ってくれないか。それは、事件現場にあった魔像ですね。そうだ、これについて知っていることはないか聞いてきてくれ。てか、バローズ邸に執事なんかいたのかよ。わかりました、今日の帰りにでも行ってきます。うむ、頼んだよ。さて、用事も済んだことだし、そろそろ治療室へ行ってみるか。さあ、生存者の少年というのは誰なんだ。操作性悪っ操作性悪っ、なんだよこれ、これなんだよ、どれだよこれ、これや操作性悪っ、見えるこれ、見えんだろこれ。あ、いた、こいつが少年か。こいついた、前作、こいつ前作いました、こいつ前作いました、こいつ、こいつ前作いました。100回くらい言っとくわ、こいつ前作いた。いやー、そういうところわざわざすいませんな。これおばさん誰？ケイ、はじめまして。私、エドワードの保護者で、グラニット孤児院の教師としているもので、あ、ミナリ先生的なやつ、ポジションかな。エドワード、確か彼は事件のショックで記憶、名前を思い出したんですか？いえ、ですが名前がないと不便ですので、私がつけてあげました。あ、じゃあ本名じゃないんだね、エドワード。エドワード。さて、今日は初日ですから、簡単な質問に答えていただくと、いただくだけとしましょう。いいね、エドワード君。事件について覚えていることを正直に話してくれたまえ。はい、では早速始めましょうか。おお、あ、こういう感じなんだあ、こういう感じなんだ。あ、これ、おお、やったこれセーブデータ選べんじゃん。これはありがたい。こうセーブデータ複数だとね、実況する上で楽なんですよ。こう周回プレスのマジめんどくせえかんな。っていうなんか実況者のね、あるあるなんですけど。え、今作いつでもセーブできるわけじゃないのかな？もしかして。ヘレ、まだ帰ってきてないみたい。お、なんだよ、この BGM。ちょっと街に出てみようかしら。まあ、今作の舞台はね、ほんとね。お前これすげえこれすげえすげえ、なんかいろいろ選べるってか、どんなとこ住んでんだよこれ。山や、富山県かこれ富山県かこれ、山沿いに住んでんだけど、何やこれ、山沿いと海沿いがあるよこれ、すげえなこれ。どこに行けばいい、町に行くって言ってたよね。どれだ、町、ノルウェー国際ホテル、町ってどれだ、図書館でも行けばいいかな。図書館だわ。ヘレンの恩師とサリバン先生が館長をしている私立図書館、すごいねこれ。行く順番とかもしかしてルート分岐あるかもね。いやー、ジェニファーちゃん、本でも借りに来たのかね。館長先生、相変わらず美人って結構だ。ヘレン、君は元気でやってるのかな。最近、あ、じゃあヘレン君か、早いってマジ、これ文字スピードめっちゃ速いんだけど。考古学的価値は保証付きだぞ。あ、いや、結構です。長くなりそうだし。それじゃ、館長先生、さようなら。あ、またいつでも遊びに来なさい。あ、雑談したけど終わったわ。ここじゃないんだ、じゃあ。まあ、ジェニファーなんかね、本当に美少女って設定らしいよ。大学研究棟。そうだ、ヘレンに会いに行ってみよう。まだ研究室にいるはずだわ。まあ、ヘレンとジェニファー何歳差なんだろうな。あら、どうしたの、ジェニファー。ううん、別に。ちょっと遊びに来ただけ。まあ、ジェニファー、多分高校生ぐらいだろ、年齢。おそらく。そう、今日はちょっと遅くなりそうだから、夕食先に食べてね。忙しいの？ハードディスクが飛んじゃってデータがパンになっちゃったのよ。これは順に修復しておかなくちゃ。ふーん。
よくわかんないけど。鍵はいつものところに置いてね。うん。じゃあ頑張ってね、ヘレン。いつものところに置いておくってどういうこと？外に置いておくってことかな？いや、これどう、街どこだよ。これ全部どこ行くんか、もしかして。大学職員感謝。大学職員用の感謝。ここにヘレンと二人で住んでいるんだけど、今は家に帰っても誰もいないわよ。すごいね。大学生と二人で住んでんや。ノルウェー国際ホテル。そういえばエドワードっていう子が今こちらに来てるって言っていたわ。どんな子なのかしら。ノルウェー国際ホテル。国際ホテルってすげえとこ泊まってんな。もしかしてあの子がエドワードかしら。あなたもしかしてジニファーさん？そうですけど、やっぱりあの事件の後ずいぶん新聞にあなたの写真が出てたから。そうそう、私 K っていうの。今グラニット孤児院で教師をしてるのよ。グラニット孤児院？そう、あなたがあそこを出た後だけどね。あのその子もしかして、そうエドワードよ。エドワード、ご挨拶なさい。こんにちは、はじめまして、よろしくね、エドワード。これが初対面であった。ジェニファーとエドワードの。ジェニファー、いや、初対面じゃないか。まあ、いや。ジェニファー、この子はあの事件のショックで、うんちゃらかんちゃら、そのことは聞いてます。で、あなたもあの事件の当事者でしょ？だから、あなたと話すことは記憶を取り戻すきっかけになるかもしれないのよ。だから、これからもエドワードに会いに来てあげてほしいの。お願い。いいですよ。できるだけそうします。それじゃあ、私、そろそろ。あ、ごめんなさい、引き止めちゃって。じゃあまたね、エドワード。バイバイ、お姉ちゃん。これ全部に行けばいいんかね。次は、オスロリキ新聞社。これさっき行かんかったっけ。新聞社なんか行ったら記者に追いかけ回されちゃうわ。どこ行くんだよ、これ全部行ったやん。全部行ったやん。もう一回図書館行く？また行ってみよう。なんか変わるかな、展開2回目だと。さっきと同じやね、これ。これジェニファーの服装がね、変わってるよね、前作と。どうしようかな、どうに行けばいいんだろうな、わかんねえな、これ。この黄色いポイントしか行けないよね。やっぱもう一回ヘレンに会いに行ってみるか。南オスロ大学。だ、舞台はまあ、イギリスらしいね。まあ、前作はなんかノルウェーだったらしい。あ、変わった変わった。ヘレンなら外出中だよ。え？どこ行った、ヘレン。ヘレンどこ行った。てんてんてん、はてな、家の前に誰か立ってる。ああの人、大学職員感謝。誰、失礼しようが来たんかな。あ、さっきのあれだね、取材した人やね。あなたは昨日大学に来てた新聞記者さんでしょ。あ、ノアンって呼んでくれ。俺クルクター事件はずっと取材してるんだ。あんな大事件なのに真相はほとんど分かってないんだ。記者としてはほっとけないだろう。真相ね。それに君にも興味があるしね。ね、こいつ。いきなりなんか。どうだい？これからどっから食事でもしないか？何でもいいから話を聞かせてほしいんだ。それって取材？それともデートの誘い？うん、そうだな。どっちもだなってか。うん。急になんか優柔不断になった。そう、両方、両方だよ。ふふ、いいわ、行きましょう。意外と乗りよかった。お、なんだ、シナリオ1、ジェニファー・シンプソン。これがジェニファールートですかね。ジェニファールート入ったっぽいぞ。
すっかり遅くなっちゃったわ。あ、なになに、誰かに作られてるような気がする。いきなりなんでわかった。あ、なにこれ、え、今なんか選べたんだけど、え、人通り少ねえな、おい。大丈夫かよ。誰来てんの、ついてきてんの。乗らんじゃね、誰だ。急になんか 3D になったり 2D になったり。あ、警備員どうしたんだ。助けて、誰かに後をつけられてるの。変死したかな。おい、来ました、シザーマン。いや、グローいて。やめなさいや。来ました、今作初登場です。 BGM 変わってますね。おー、来て来て来て、すげえシャキンシャキンなってる。おー、来てるね。今作のがスピード速いんかな、多分。お、この段ボールで撃退するんじゃないの。隠れんのかな、この中隠れる。メタルギア、メタルギアメタルギア早っ、諦めんの早っ諦めんの早っ。これ何回でも隠れられんのかな。まあいいや。あ、いつでもセーブできるわ。まあさすがにね。スクリーン、なんだこれ。まあいいや。とりあえずコン、ん？ノーチェッキングザメモリーカード。あ、じゃあなんか。あー、なるほど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 。あー、なるほどね。はいはいはい、そういう感じか。なるほどなるほど。ほうほうほう。オッケーオッケー。いや、いいな、やっぱ。さすがにスーファミよりはね、いろいろ便利になってますね。やりやすくなってますね。はい、ということで、今回は霧ヶ枝でここまでにしようかなと思います。次回から、本格的にこちらのクロクター2という、クロクター7とか、というゲームの実況をしていきたいと思います。まあ、繰り返しになりますが、クロクター1の続編という形なので、ぜひぜひ、前作のストーリーをね、一回理解してから、今作を見るとより楽しめると思います。という感じで、ご視聴ありがとうございました。